お疲れ様でございます。三つ秋一人飯です。はい、どうも、川島一太と申しますね。今日はですね、全国最強コンビニ、セブンイレブンで、二段仕込みの唐揚げ弁当と、おかめ納豆ですね。これ、タンパク質のため、川島一太は私、筋トレやってますんでね、一食に3パック食べます。はい。で、これ気になりました。ラップロール、タコスミート、ハラペーニョソース。辛いやつですね。辛みの苦手な方はご注意くださいって書いてあります。私、辛いものが一切食べれません。でも私はいつまでもね、チャレンジャーな気持ちでいたいので、辛いものを挑戦しようと思います。辛いもの食べられませんけどね。はい。だから、三崎さんが山岡屋のウルトラ激辛、あれを食べてるのが本当、すげえなと思いました。UFC、いけんじゃねえかなと思ってます。はい。あと、このキャベツね、野菜も食わなきゃいけないので。はい。以上。あと、これ、痛風はね、私も痛風持ちなので、1日これ3本飲んでます。はい。イロハス、日本の天然水、2リットル。会社で2本4リットル飲んで、家で YouTube でポケモン実況しながら、2リットル飲んでます。はい。以上、カオスマイスター、三つ秋一人飯でした。